女が眼差しを注ぐのは、能。彼女は日本でも数少ない能楽専門の写真家。上杉遥さんです。能を愛するがあまり、山梨県から京都に移り住んでもう20年になります。能にはやっぱりこう型っていうものがありまして、それの決まるところで一発で仕留める、いわゆる一曲の中の山場は大体もう覚えてしまってるので、絶対に抑えるところっていうのはいつも心得てやっている。この日、上杉さんの姿は京都芸術センターにありました。狂言と日本舞踊を融合させた舞台の宣伝用写真撮影です。これ見える？はい、その位置だったら全然まだ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 。この上2階でまだまだ。舞踊家尾上菊之丞さんと狂言師茂山一平さんのコラボ公演のテーマは指南。かつての小学校の教室で授業風景の一コマのようなイメージ写真を撮ります。一回確認しますか。あ、バランス的にもうちょっとこう右じゃなくて左、三つ秀の横に何か描きたいな、うん、そうだよね、うん、そう。一平さんのもう半歩前の方が給食のとこ、そのぐらいですね。三つ秀いつできる？いいね、いいね、いいじゃん、うん、やっぱちょっと乗り出してる感じの方が、うんうん、いいっちゃいいね。これいいんじゃない？こういうのこれいいかもね。2019年、茂山さんは狂言を分かりやすく表した本を上司、撮影は気心知れた上杉さんに依頼しました。およそ10年にわたる舞台と舞台裏のオフショットが収められています。ふんわりしてます。彼女はその人を割と撮ってくださるので、曲目よりは人にクローズアップしてくださるんで、うん、お願いしやすいというか、個人的にその使いやすい写真が多いかなとか。上杉さんは高校生の頃から能に興味を持ち、京都の大学を卒業後、能に携わる仕事がしたいと舞台写真家に弟子入りしました。その世阿弥の言葉の秘すれば花という言葉に強く惹かれまして、体の内に秘めたエネルギーの見えない美しさみたいな、そういうことをやっぱり言ってるのかななんて思ってます。舞台からのエネルギーでこう見えてくる世界っていうのがあるんですね。でそれがこうこの見る側の心持ち次第で見える時もあったり全然見えない時もあったりするんですけれども、見えた時にあ、なんかすごくその世界に自分がちゃんと入れた気がして、なんかとても嬉しくなりますね。2018年に上演された新作の沖の宮、作家石牟礼道子さんが原作を、染色家志村福美さんが衣装を手掛けました。その DVD ブック出版を記念して開かれた写真展とトークショー、写真は上杉さんが担当しています。ライティングとか能の舞台での明るさ、そうですね、明るかったらすごい撮りやすいんですけど、写真的なことから言うと、ただ雰囲気は一個もないですよね。そもそも能というのは夢幻の世界なので、あんまり見えない方がいいんですよ。多分沖宮もそうですね、白は
あの亡霊なので、うん、まあ、龍神さんも神様なのでこの世のものじゃないので、うん、まあ、私もだから写真撮る時結構あの最終的に仕上げる時に気をつけてるのは、うん、綺麗にしすぎない。これまで舞台を中心に撮影してきた上杉さん、今能の世界観を表す無限をテーマにした景色を撮りだめています。上杉さんは写真の他に失われた幻の芸能の復活に取り組んでいます。中京区にあるマンションの一角、能楽写真家の上杉遥さんは友人とともに白拍子研究所を立ち上げ勉強会を重ねています。白拍子とは中世に流行した歌と舞および舞手自身のこと。源義経の恋人であった静香御前が知られています。白拍子というのは能が流行るもっと前に流行ってそして消えてしまった芸能です。消えてしまったんだけれども能の中にちょっとその欠片が残っている。道成寺っていう能のとてもあの大事な曲があるんですけれども、それのして主人公も白拍子なんです。ただ美しいだけでもなく何とも言えない雰囲気、能の中でその表現されている白拍子っていうのの何かこう、うん、力強さっていうんですかね、そういうものに惹かれて。最新の研究で鎌倉時代に白拍子が北野天満宮に召し抱えられていたことが分かりました。ゆかりの深い北野天満宮で白拍子を奉納します。限られた資料を掘り起こし実際に再現することも研究所の活動の一つです。まず本殿で正式参拝。能や狂言もしかり、あらゆる芸能はそもそも神に捧げる神事でした。神楽殿で演じます。白拍子は二段構成、前段は長い歌を歌いながら静かに大きく旋回します。攻めと呼ばれる講談、拍子に合わせて激しく踏み鳴らし和歌を歌います。幻の芸能を現代に、上杉さんはその意味を問い直します。ちょうど白拍子が生きてた鎌倉時代ですとか
見えてこないんだけれども見えるような気がする、その中世という時代を感じたい、失われたイメージの世界っていうのが私の中でずっとモノクロームなんですね。そこになんかこう色付けをしたい。写真家として、演者として、中世の芸能と関わる上杉遥さん。おぼろげだから美しい、見えないから愛おしい。暗闇の向こうにかすかに広がる世界。上杉さんは静かに熱く炎をかざしているのです。